ミハイル・ミキッチ、ミハイル・ミキッチ、ミハイル・マイケッチ、1980年1月6日イ、は、クロアチアザグレーブ出身のプロサッカー選手、J リーグショーナンベールマーレ所属、元クロアチア代表、7歳の時、NK ビストラというクラブの下部組織でサッカーを始める、13歳の時、NK インテルザプレシッチ、現 NK インテルザプレシッチのユースへ加入し、16歳で、 このクラブにおいてプロのキャリアをスタート。2年目にクロアチアザグレブ、ゲンディナモ・ザグレブへ移籍し、19歳までにレギュラーを掴んだ。同い年であり、スピードタイプの FW というプレイスタイルも似ていたことから、当時はサポーターからクロアチアのマイケル・オーエンと呼ばれ、将来を職望された。1998年秋には18歳にして、 クロアチアザグレブのメンバーとして UEFA チャンピオンズリーグに参加。初戦となるホームの FC ポルト戦で前半7分にクラブのチャンピオンズリーグ第1号ゴール決めている。クロアチアザグレブはこのポルト戦に勝利し、さらにアヤックスアムステルダムに勝利、オリンピアコスに引き分けるなど検討したが決勝トーナメント進出はならなかった。ミキッチは クロアチアザグレブのホームゲーム3試合に全て出場。うち2試合は先発し、ストライカーとしてプレーした。しかし、翌1999年、クラブが三浦和義らの外国人 FW を獲得。スケット外国人の起用優先というクラブの方針により、満足な競争も行われないままレギュラーの座を奪われる。この年もチャンピオンズリーグに出場し、 グループステージ6試合中5試合に出場したものの、先発は1試合だけだった。最終戦のオリンピックマルセイユ戦で、2から2のドローに持ち込む同点ゴールを挙げたが、クロアチアザグレブは、グループステージ再開に終わった。さらにこの時期、血液の病気に侵されて、しばらくサッカーから離れる不運も重なり、不振が続いた。そんな折、1999年のシーズン途中に、 クロアチアザグレブの監督に就任したオズワルド・アルディレスはミキッチのスピードに目をつけサイドプレイヤーへの転向を打診。FW にこだわりを持っていたミキッチは当初激しく反発し、またアルディレスも成績不振から早期解任されたものの結果的にはこれがミキッチのサッカー人生における転機となった。以降、サイドプレイヤーとして2003から2004シーズンまでの 7シーズンの間、クロアチアザグレブ、ディナモザグレブでのプレーを続け、翌2004から2005シーズンより、初の国外クラブとなる、ドイツブンデスリーガの1、FC、カイザースラウテルンに移籍した。ドイツでの1年目は、リーグ戦でわずか6試合の出場にとどまる。2年目も前半戦は4試合出場とレギュラーを、つかめないでいたが、ウィンターブレイク明けからレギュラーとなり、 シーズン終了までに前半戦と合わせて20試合に出場した。しかし、2年間でリーグ26試合、公式戦29試合に出場して、無得点という結果に終わり、チームも2005から2006シーズンは16位で二部降格となってしまった。2006年6月に、再びクロアチアに戻って、HNK リエカと契約。 6月13日の UEFA カップ1回戦、対 a C、オモニア戦の第1レグで公式戦デビューを飾るが、リエカは2戦、合計3の4で、オモニアに敗れ、1回戦で姿を消した。国内リーグ戦では6月30日の2006から2007シーズン開幕戦で、初出場し、勝利に貢献した。しかし、シーズン途中の2007年1月、 わずかリーグ14試合に出場したところで、ディエカを退団し、フルスであるディナもザグレブへ移籍。23試合で4ゴールを挙げる活躍を見せた。2009年より、J リーグサンフレッチェ広島へ完全移籍した。すぐに、右サイドのレギュラーに定着、同シーズンリーグ4位に貢献した。上記のクラブ変歴を経て選んだ。 J リーグのレベルを高く評価する一方で、日本人選手の安易な海外志向に疑問を呈している。広島に加入以降は、怪我による離脱はあるものの右サイドのレギュラーを確保し続けており、2012年2013年には広島の J1 連覇に貢献。2014年には在籍が6年目を迎え、 1993から1997年の5年間在籍したロ・ジュンユンを超えて広島の外国籍選手では史上最長在籍の選手となっていた2017年をもって契約満了により広島を退団2018年より湘南ベルマールに移籍1997年に アイルランドで開催された UEFAU-19 欧州選手権の大北アイルランド戦で17歳で U-19 代表デビュー。同大会では3試合に出場し1得点を挙げた。翌年のキプロス大会にも出場し、クロアチアの中心選手として4試合で3得点の活躍。チームの3位に貢献した。1999年のスウェーデン大会にも3。 大会連続で出場し、4試合で1得点を上げている。U-19 での最後の国際試合を勝利で終えた後、1999年にナイジェリアで行われた FIFA ワールドユースにおいて U-20 代表デビュー。チームの全4試合に出場し、ベスト16の成績を上げた。ここから1999年末までに開催された。 UEFAU-21 欧州選手権予選では5試合に出場して3得点を挙げた。2000年の本大会に出場を果たすもグループステージ敗退。以降も2001年まで U-21 代表でのプレーを続け6試合で3得点を挙げている。現在はサイドプレイヤーとしての起用が最も多いが過去には攻撃的ミッドフィルダー。 ストライカーとしてもプレーした経験がある。上機雷歴参照。妻のリプカゴイチは、ジバンシーに所属するクロアチアのファッションモデル。229-35-26-0。コールスパンイコール2-30-29-0227-88-011-1256-9482-43。その他の公式戦。通算。コールスパンイコール 2UEFA。 通算、コールスパンイコール 2AFC。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。